谷本清谷本清谷本清志、1909年から1986年9月28日は、日本のキリスト教牧師、ノーモア広島図運動提唱者、香川県坂井出市で生まれる、関西学院大学進学部を主席で卒業後、渡米して1940年に、エモリー大学大学院修了、沖縄中央教会牧師を経て、 1943年に広島ルカワ協会の牧師に就任。1945年7月まで広島は空襲を受けていなかったが、多くの人は被害を予期し、人や荷物を都市から疎開させる作業を進めていた。谷本も協会の記録や備品を西郊外の小市町の知人の屋敷に疎開させており、祭司は毎晩北東郊外の牛田で寝るようにしていた。 広島市への原子爆弾投下があった8月6日に、谷本は友人の荷物を同じ屋敷に運ぶ手伝いをしていた。目的地について庭先で休んでいた谷本は、先行を感じた直後、とっさに庭石の陰に隠れて、爆風をやり過ごした。市街から立ち上る雲を見た谷本は、爆風で潰れた家を後にして、教会があり、祭司がいる、市街中心に向かった。 市の中心部に近づくと、至るところで家が倒壊し、そこここで火災が発生していた。北に大きく迂回してから大田川を泳いで渡り、川沿いに走っていくと、赤ん坊を抱いて逃げる妻に出くわした。妻子はそのまま牛田に行くことになり、谷本はさらに進んだ。避難所に指定されていた泉亭、今の出家園にたどり着くと、そこで多くの知人に会った。泉亭には、 怪我や火や傷を負った人が多く逃げてきていた。谷村は、この後日が沈むまで被災者の救援に当たった。水を欲しがる人に洗面器で水を与え、小舟を見つけて、泉邸から少しずつ怪我人を対岸に移した。泉邸に火の手が迫った時には、他の元気な人たちと共に防火に努めた。夕暮れには、焼け跡の防空壕から米を持ち出し、居合わせた隣組の女の人たちに渡して、 炊き出しを頼んだ。これが多くの人の夕食になった。谷本は8月10日まで、泉邸で負傷者の救護に当たった。戦争が終わった後、8月下旬から急に体調を崩して、高熱を発し、1ヶ月間、牛田の友人宅で寝たままとなった。その後香川県の実家に戻り、さらに1ヶ月かかって、ようやく回復した。放射線による、いわゆる原爆症である。 広島に戻ってきた谷本は、教会の復興に奔走した。その最中、1946年5月に、ピューリッツァー賞作家でもあるジャーナリストジョン・ハーシーが、アメリカ合衆国から来て、広島を訪れ、原爆被害の様子を取材した。ハーシーのルポ、広島は、当初、雑誌、ザ、er ・ニューヨーカーにて4回に分け連載される、予定であったが、雑誌丸ごと、 広島に咲くという異例型で発行され、即日30万部を売り切るという大反響を呼んだ。谷本は取材を受けた6人の被爆者の中の一人であった。教会再建のめどが近づくりょしていた谷本のもとに、この年の秋からメソジスト教会を経由し、あるいは個人から援助の物資や寄付金が届くようになった。もっとも郵便事情の悪さから変装されて、 広島に届かなかったものも多かったという。広島の反響を受けて日本語訳の話が持ち上がり、谷本が訳したものを石川金一が修正して、広島が1949年に法政大学出版局から刊行された。谷本の訳稿の完成は1948年で、後日の渡米の直前である。これより前、 谷本は1948年3月アップ通信ルサフォードポーツの取材を受けた。その記事の中でノーモア広島が初めて唱えられ、中流米軍史を経てアルフレッド・パーカーが平和運動のスローガンに用いて世界に広がった。谷本は1948年10月にエモリー大学とアメリカメソジスト協会外国伝道局の調整により渡米した。 15ヶ月間にわたり31週256都市で講演を行い、広島の参上と平和を訴えるとともに、ルカワ教会復興に奔走。後にアメリカ上院で開会議等を行うなど、アメリカでは一躍時の人となった。しかし国内では占領軍によるメディア統制、プレスコードのために、原爆被害の実情も谷本の活動もよく知られていなかった。 また、国内のキリスト教関係者の中には、彼のことを原爆牧師とあだなして非難する人もあったという。その後も、谷本はたびたび、アメリカに公園旅行に出かけ、被爆者を助けるための寄付を募った。1950年8月、広島ピースセンターを設立し、ノーマン・カズンズと共に被爆した、少女孤児の救済活動として、原爆孤児の精神養子運動に取り組んだ。 精神養子とは、アメリカ人が精神親となって養育費を送金し、原爆孤児を援助する活動である。谷本は、農熟する孤児を探してしばしば、広島駅などを回っていたという。1953年頃からは、後遺症となったケロイドに苦しむ、原爆乙女をアメリカで治療する活動にも広がった。その頃、教会で谷本の活動を手伝った女子大生に、 中村節子、後に、ノーベル平和賞を受けたサーロー節子がいた。1982年に、ルカワ教会牧師を退任。名誉牧師の称号を授与された。晩年は、広島市の外閣団体の広島平和文化センターの理事長などを歴任。1986年に死去。生前の功績を称え、個人としては異例だが、エモリー大学から、 名誉進学博士の称号を授与された。その式典には、第39代アメリカ合衆国大統領、ジミー・カーターも参列した。死去の翌年の1987年には、広島ピースセンターによって、谷本清平和賞が創設された。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。